特集です。今週水曜、軍事偵察衛星の打ち上げに失敗した北朝鮮。人々は貧困にあえぎ、餓死者が急増しているといいます。その北朝鮮内部の最新映像を入手しました。一方、国境を接する中国の街を取材すると、北朝鮮からあるものが盛んに輸入されていました。午前6時28分ごろ、沖縄県の方向に北朝鮮による軍事偵察衛星の打ち上げが行われた今週水曜。 J アラートが発令された直後の沖縄県与那国町では、役場の職員らが情報収集に追われています。先ほどから次々と続報が入ってきている状況です。鳴り止まない問い合わせの電話。それから30分後、避難の呼びかけを解除します。打ち上げから2時間半後、軍事偵察衛星を載せたロケットについて、北朝鮮は発射後にエンジンに異常が発生し、推進力を失って黄海に墜落したと失敗を認めた。これは翌日、国営メディアが公表した発射の瞬間とされる写真だ。膨らんだ先端の部分に衛星が収納されているとみられる。軍事ジャーナリストの黒井文太郎氏は驚きを見せる。北朝鮮がこれまで、そのミサイル開発で ICBM とかですね、作っていたものとは形状が全く違ったということですね。今回発射したものはですね、液体燃料型のロケットですね、1対1だ、3段式になってるんですけれども、その3段式で、液体燃料のものっていうのも自体も初めて、見ます。液体燃料型で2段式のものはこれまでにもあったが、3段式は初めて。新たな技術で衛星の打ち上げに臨んだというのだ。ロケットの1段目はこれまでのミサイル技術を転用したものだという。噴出しているノズルを見るとですね、火星15のものに非常に似てるんですね。で、おそらくその技術を流用してるんだと思うんですね。北朝鮮はこの1段目を分離した後、2段目のエンジンに異常が発生したと発表した。もう要するに、ロケットエンジンのですね、新型のものを試してみたところ、うまくいかなかった。北朝鮮が開発した新型エンジンとは、韓国軍はすでに黄海でロケットの残骸を一部回収しているが、エンジンはまだ見つかっていない。打ち上げに失敗した北朝鮮の人々の暮らしは、その一端が北朝鮮と国境を接する中国丹東で見えた。中国から北朝鮮に向かう貨物列車は今日も通常通り運行しています。1日数本鉄道の往来はあるものの、新型コロナの感染拡大が始まって以降、北朝鮮は人や物資の行き来を今も厳しく制限している。しかし、丹東では最近変化が起きていた。あちら、ハングルと漢字で貿易会社と書かれています。比較的新しい看板ですね。国境封鎖が緩和されることへの期待感からか、新しい貿易会社が増えつつあった。そんな中、北朝鮮から中国へ輸出が増えているあるものが。中国丹東、最近北朝鮮から中国への輸出が増えているものがある。こちら、ジャーファー、カツラという意味なんですけれども、店頭にはたくさんのカツラが並んでいます。カツラだ。経済制裁のため輸出品目を制限されている北朝鮮だが、カツラはその対象外。
この美容室では日本円で9万円前後で売られているものもあるという。これです。手編みで人工頭皮のものですね。より本物に似せていますし、通気性もいいです。今年4月には北朝鮮から中国への輸出額およそ48億円のうち、実に3分の2となる32億円をカツラ類が占めるほどになったという。カツラの輸入業者に話を聞くと、12月は400万個入ってきました。北朝鮮は世界のカツラ工場です。中国を通じて輸出されているのです。しかし、カツラを作る人たちは苦境にあるという。彼らの日給ですが、カツラを作る人は朝から晩まで働いて人民元で10元1日の給料ですよ。北朝鮮は今農業の繁忙期なので、みんな昼間は畑仕事をしています。カツラ工場の工場長でさえ昼は畑に行かなければなりません。夜は戻ってきたらご飯を食べて、またカツラを作って、1日20時間は働いています。そして丹東には他にも北朝鮮関連のものを売る場所があった。マンションの一室、絵画が並ぶ。どの絵が好きですか？全部北朝鮮の人が描いた絵です。そうですね、その絵ですね。北朝鮮から丹東に来て絵を描く人たちがいて、その作品を販売しているという。中にはプロの画家の手によるとされる1枚数百万円以上するものも売られていた。韓国プサンにある東亜大学。北朝鮮の人が描いた絵を集めて分析しているカン・ドンワン教授。北朝鮮はさまざまな方法で外貨を獲得していますが、代表的なのが絵の販売です。報道特集では去年11月、カン教授が韓国の海岸に漂着したゴミを集め、北朝鮮の経済情勢を探っていることを報じた。一番最近拾ったというカバン、子供向けのものとみられるが、銃やミサイルが描かれるなど戦闘的な雰囲気になっている。そしてカン教授は今年4月新たな場所を調査していた。ロシアの海岸で見つけたパイナップルジュースです。牛乳です。北朝鮮のゴミです。ロシアの海岸です。北朝鮮との国境に近いロシア極東の海岸。北朝鮮からのゴミを多く発見する中で、海岸にはこんなものまで漂着していた。北朝鮮の漁船とみられる船がこのように難破していて流されてきています。ここにも北朝鮮の船が一艘難破しています。とても大きい船です。北朝鮮のものとみられる船が何艘も漂着し、付近は船の墓場とも言われているという。中には北朝鮮の軍服が残されていた船もあった。この船の墓場は北朝鮮の人々の窮状を映し出していると菅教授は言う。
金正恩が水産業をとても重視したため、劣悪な環境の中で軍隊まで漁に駆り出されています。漁獲量を確保しようと何日も遠洋に出て作業をしたせいで、荒波に遭い難破してロシアの海岸に流れ着いたのです。北朝鮮の漁業環境が大変ひどい状況であることがよくわかる典型的な場所です。水はけが悪く、ぬかるんだ道路、荷車を押す人たちが行き交う。路上には野菜を売る人の姿も。中国との国境に位置する北朝鮮北部の町、ヤンガン道ヘサン市。人口20万とされる地方都市だ。映像は脱北者のユーチューバーが中国の住民と組んで北朝鮮内部を撮影したとみられる。北朝鮮の住民と日常的に情報のやり取りをするアジアプレス石丸次郎氏に話を聞いた。北朝鮮の、現在の地方都市の庶民の姿と考えていいと思いますね。こうやってリアカーの運ぶ仕事がないか探しに来たりということで、こういう形で小銭を得てですね、それで生活をしてたんですけれども、このリアカーで客待ちをしてます。荷物を運ぶお客さんが来れば荷物を家とかどっかに運んであげるということで運搬料をもらってると。軍事偵察衛星の打ち上げを試みる北朝鮮、一方で貧困にあえぐ地方都市。アジアプレスはおととい、北朝鮮の北部に住む取材協力者に連絡を取り、インタビューを行った。食料難で死者が出る中、金正恩政権が進める軍事偵察衛星の打ち上げについては、まずお金がなくて食料は買えないということがありますね。でそうすると次に家財道具を売ったり家を売って、でそれでもダメな場合はですね、犯罪に走る人がやっぱり出てきていると。でそれで晩酌尽きた家庭で、その年老いた親とか子供を放棄して家出してしまうというケースもたくさん今報告が入ってきています。今週、韓国の情報機関国家情報院は、北朝鮮の食糧難が深刻化し、餓死者が例年の3倍に増えたと報告している。さらに凶悪犯罪が去年の3倍となり、3ヶ月で300件ほどに達したほか、自殺者も4割増えたという。 YouTube には女性兵士たちの姿も。厳しい環境に身を置かれていた。まだ若いですね、女性兵士たちも。20歳前後じゃないでしょうか。大きい岩を
女性兵士たちが、ね、背中におぶってですね、それで運んでる様子ですよね。これも国境にずっと鉄条網を補強する工事をこの3年間ほどやってますので、それから中国にまあ逃亡するかもしれない、脱北するかもしれないということで緩衝地帯を作ってます。人が入れないように、ポリバケツみたいなのからポリ容器から直接飲んでますね、これ水を、髪の毛もほこりでちょっと真っ白になってますね。我々がよくね、北朝鮮のテレビで見る軍人の姿と全く違いますね。全く違いますね。だから朝鮮中央テレビが流す、軍人の姿っていうのは、いわばですね、メディア戦略、イメージ戦略で、まあ、言ったらかっこいい軍人、それから勇ましくて強いイメージ、これがまあ言ったら、まあ、一般の、朝鮮人民軍の兵士の日常の一コマだというふうに言えるんじゃないでしょうか。石丸氏は北朝鮮の今の状況をこう指摘する。ミサイル発射実験というのはずっと2022年以来、ずっと続けてきてますよね。でこれに大変なお金を注ぐ込みながら、でも経済の疲弊はもう感受して、しかし、経済の疲弊によって起こる社会秩序の乱れは許さないという、そういうその、まあ、言ったら管理された飢餓が今進行中なんではないかなというふうに思います。おととしの党大会で示された核ミサイル開発の5カ年計画の一環とされる軍事偵察衛星の運用、アメリカや韓国を意識した計画だと専門家は言う。北朝鮮は韓国との体制間競争、これをやはり今も常に意識せざるを得ないわけです。つまり朝鮮半島の安全保障軍事情勢において北朝鮮が劣勢であることを認めたくないわけですよ。ミサイルを実戦のことを考えたときに正確に米韓相手敵に撃ち込むためにはどうすればいいかということを考えると、米韓を敵、彼らからすればですね、敵の動きをリアルタイムに把握したいという思いがあるんでしょうね。上空から米韓の軍事行動を監視し、標的を正確に捉えるための目として軍事偵察衛星が必要なのだ。北朝鮮が過去に衛星と称して打ち上げを行ったのは1998年から2016年までの5回に及ぶ。唯一失敗したと発表したのが2012年4月、金正恩氏が最高指導者に就任したタイミングだった。19カ国から170人もの報道陣を受け入れ、発射場や管制センターまで公開していたが、지구관측위성의궤도진입은성공하지못했습니다。その8ヶ月後、再び打ち上げを行い、成功したことを大々的に報じた。今回、初めて軍事目的だと掲げた北朝鮮。早い時期に2回目を断行するとしている。その打ち上げ時期について、磯崎氏は。タイミングを読むことはできないですが、11年前に失敗した時の教訓からすると、その8ヶ月後に撃っている、それよりは短い期間で撃ってくると思いますね。ただ彼らは今回行ったように、撃つとすればまた周辺国、日本に対しても通告をする可能性が高いということですね。軍事力の強化を図る北朝鮮に対し、国際社会はどう対応すべきなのか。あの国は経済的に厳しいから、技術力も問題があるからという初歩的な段階に過ぎないと見ていたら、結局世界で8カ国しかない核を9カ国目の事実上の核保有国として立ってしまった。 ICBM だって5カ国しか持っていなかったもの、6カ国目に入ってしまった。でそういった意味では、日本はアメリカに対して外交的な努力をしてほしい。少なくとも初めて米朝首脳会談が行われた2018年は、ただの一度も北朝鮮弾道ミサイルが
上げてないわけですよ。弾道ミサイル撃ってない。それはアメリカと交渉している以上は北朝鮮もそれを我慢せざるを得なかったわけですから、北朝鮮問題ここまで重要な段階に至っているんだということ、それをアメリカに働きかけるってことは重要ですよね。